日本のソプラノ歌手、ボイストレーナー。二期会会員、日本声楽科協会アカデミー会員。東京都立芸術高等学校を卒業。東京芸術大学音楽学部声楽科を卒業後、同大学院オペラ科を修了。文化庁オペラ研修所、第8期を修了後、文化庁在外派遣研修員として、イタリアのミラノへ留学。1988年に、 若手音楽家の登竜門である、第57回日本音楽コンクール声楽部門にて、第3位入賞、東急文化村、ホフマン物語のオランピア役でデビューした。ソプラの歌手としては、2機会、フィガロの結婚、日生劇場、セビリアの理髪師、日本オペレッタ協会、メリーウィドウ、文化庁、東京室内科劇場、ヘンゼルとグレーテル。 石川県音楽文化振興事業団、黒トカゲなど、数多くのオペラや歌劇に出演。また、ミュージカルでは、サウンド・オブ・ミュージックと、マイ・フェア・レディで主演を務めた。ソリストとしては、ベートーベン、公共曲第9番、ヘンデル、メッサイヤ、モーツアルト、レクイエム、ハイドン、四などに出演した。幅広い聖域と、的確な歌唱力によって出演した舞台やそれらの、 ジャンルは多岐にわたり、現在は日本フィルハーモニー協会合唱団のボイストレーナーや歌唱指導者としても活動している。ありがとうございます。